トムロフトのレース場と飼育日誌、ハトと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月24日木曜日の朝です。ハトさん、おはようございます。今日の棚の上の位置は請求ですね。昨年の秋300キロで後日帰りしてきたハトです。今年は真面目に飛んでほしいと思います。車外を開始します。最近朝明るくなるのが遅くなってきたなっていう感じがしますね。夏至から2月近く経ちましたので、そろそろ秋の気配が欲しいです。日の出の位置に見てますけど、真東よりも少し北からまだ上がってますね。真東から上がってくるようになりますと気温も下がってくるし、秋レースの訓練もスタートします。あと1月後には秋レーススタート。それまで体力作り頑張って飛び回ってほしいです。厩舎の中で鳩を追い出しを行いまして、外へ出てきましたら鳩は遠征に行って姿が見えませんでした。ただいまの時間は5時45分になります。短い遠征行ってきた鳩が戻ってきたところです。戻ってきた時の羽数ちょっと多いですね。他厩舎の鳥と一緒に戻ってきたようです。今日の天気は晴れ、気温は 26.6 度、湿度 90%。 朝の気温まだ熱帯夜、湿度 90%、 まあ蒸し暑いです。ただいまの時間6時5分になりました。先ほど短い遠征で戻ってきた後、再び遠征に行きまして、遠征に行った一部、今上空に飛んでる鳥15羽か20羽ぐらいですね、今戻ってきたところです。ここまでの飛翔時間35分になります。最低40分は飛んでほしいですし、できれば遠征に行ってる鳩が戻ってきて、その鳩と一緒にまた飛び回ってほしいなと思います。スピードが落ちてきて厩舎に降りそうになりましたら、黒旗を出して矯正したいと思います。まだ少し高いとこ飛んでますし、若干スピードは遅いんですけども、もう少し矯正しなくても済みそうです。南西の空に虹が見えます。いやー、それだけ天気が不安定ってことなんですね。この青空いつまで続きますか。6時15分になりました。この時刻になりまして、また遠征に行っていた鳩が戻ってきました。先に戻ってきた鳩と今一緒の飛翔を行ってます。この羽数でもまだ10羽ぐらい少ないような気がします。まだ遠征に行って戻りきってないようです。今日は遠征から集団で戻っていくんじゃなくて、徐々に戻ってきているようです。また上空に鳩がなんか3羽戻ってきましたね。まだまだこうバラバラ戻ってくるようです。車外を開始しまして55分が経過しました。厩舎の周りを飛んでいる鳩だんだん増えてきて、こんなもんかなっていうところまで鳩の羽数がまとまりました。遠征に行った鳩は大体戻ってきたようです。まだ元気よく厩舎の周り旋回してますので、もう少し飛んでくれると思います。入社口はまだ1時間経ってますので、閉めたまま鳩が降りてきても厩舎の中には入れません。もう少し飛び回ってほしいです。6時半になります。1羽は今鳩が降りてきました。おお、2羽目が降りてきましたね。3羽目、4羽目、5羽目ということで、徐々に降り始めた鳩たちです。今日の飛翔時間は60分。26度超えの気温の中、湿度 90% という蒸し暑い中、60分の飛翔、ご苦労様でした。降りてきた鳩の様子
60分飛んだ割には元気そうです。本当にここに来て暑さに対する抵抗力、耐性が随分ついたなと思われるハッタチです。この暑い時期60分飛んでくれれば、本当に気温が下がってきた時にどんな飛翔をしてくれるか待ち遠しくなります。ハトの餌の量18g にしていましたら、少し食べ方に落ち着きが出てきましたね。やはり 18g ぐらいだとちょっと多すぎなのかもしれないですね。これは運動量とか季節とかいろいろなものがありますから、一年中それが一番いいというわけじゃないと思うんですけども、どうもこの時期うちのハトの運動量からすると 18g がちょっと量が多すぎて、ハトがコロコロになっちゃうような気がします。これもう少し減らして、もうちょっとバタ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 食べるくらいの方がちょうどいいのかななんて思って今眺めてます。あと餌の食べ方ですね。トウモロコシを先に食べてくれてる時はいいんですけども、トウモロコシを残しながら小粒を食べるようなハトが出てきちゃうと、これはもう餌の与えすぎというふうに考えてます。もう食べてる食べ方、どういうものを先に食べてるか、この辺を見極めるためにも、餌箱だとなかなかそれが見えないんですけども、こういう形で餌を与えてますと、どれを優先して食べてるかっていうのがよくわかると思います。まあ、どちらにしても最後はみんな食べてしまうもんで同じなんですけども、食べる順番っていうのも大事ですね。なんとかんとか言いながら、本日の社外も無事終了です。本日もお越しいただきありがとうございました。また次回もお越しいただきたく、よろしくお願いします。失礼します。